ヨウムはオウムメインコ科の鳥類でアフリカ西海岸の森林地帯に分布する大型インコ。オウムにある幹部はない。体長は約33センチメートル、体重300から500グラム程度。体の大半は淡藩色の縁取りのある灰色の羽毛に包まれている。風切り羽は黒色。顔面部は羽毛がなく白い。くちばしは黒、白単行色の交際。 赤いお葉を持つ。主食は、種子や果実。アフリカ西海岸の森林地帯、ガーナからビクトリア湖周辺、アンゴラ共和国からコンゴ民主共和国など、低湿地の森林から高地の森林などに分布する。幼鳥は、光彩が黒く、下の色が肌色である。平均寿命は50年前後とされているが、環境さえ整っていれば100年近く生きられる。 知能が非常に高く、人の言葉をよく覚える種として名高い。また、カイドリとしても人気である。人の言葉を真似るだけではなく、言葉の意味を理解して、人間とコミュニケーションを取る能力があると言われている。声は似た体格の白色オウムに比べると、おたけびがなく静かであるが、声真似は得意な特性から、電話やサイレンなどの電子音まで真似る場合もある。反抗期になることがある。 時期は、まちまちのようだが、二度の反抗期を経験する個体が多いようである。反抗期には、自己主張が激しく攻撃的になることも。第一反抗期は、幼鳥関羽が済んだ後の1歳半マイナスに、再あたりに迎えることが多い。幼鳥では特に外見からの判断が難しいが、外して次のように見分けられる。体が白色で、お歯が白いもの、体が灰色で、 お歯が白いもの、背中が赤いものなどがいる。貝鳥として大型インコの中では最もポピュラーな種類と言える。日本国内にはブリーダーも存在し、日本産も増加傾向にある。短くても50年近くは生きるため、飼い主が先に寿命を迎えてしまい問題となることもあるので、そのあたりも考慮した上で購入しなければならない。3年ごとに開催される。 ワシントン条約の第17回定約国会議が2016年9月24日から10月4日までヨハネスブルグで開催され、ヨウムの付属書2から付属書 I への移行が決定された。今後は野生個体個体は学術研究目的以外は商業取引が全面的に禁止になった。これにより国際取引が大幅に制限され、基本的には 学術や研究目的ではない商業取引の輸出入の全面禁止により、コンパニオンワードとしての用務については、日本の国内法、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律により、一類記載の動植物は、国際的に保全協力が必要な種を守るため、国際気象野生動植物種として指定され、日本国内外での譲渡に登録証が必要となる。 すでにヨウムを飼育していて、問題となるのは、環境省への国際気象種登録についてと、これから飼育を考えている場合にとっては、道場役による制限により、輸入個体、国内個体とも登録症のあるブリード、繁殖のみとなり、非常に入手しにくくなり、価格が高騰になることが予測される。一方で人気が高いため、現地での密漁も耐えない。 用務を含む大型インコの寿命は50年と言われ、その長い期間を飼い主がいつまでも飼い続けられる保障はなく、海外赴任などの生活環境の変化や病気などによってやむを得ず自分で用務を飼えなくなることも考えられる。そのサイトリの所有権を他に移すためには国際気象師登録が必要となるので、早い段階で準備をして登録しておくことが望ましい。具体的には、 登録証を取っておかなかった場合、動物園や環境大臣の許可を得た特殊な機関などにしか移動ができなくなり、一般家庭では買えなくなる。この登録はそもそも譲渡するためにあるのではなく、国際気象種を飼育しているという届出で、本来国際気象種のすべての飼育者が等しくしなくてはならない届け出である。登録証のない個体を販売した場合、種の保存法で店側も購入者も、 発足の対象となる。登録の問い合わせ先は、環境上外関する登録専門機関、自然環境研究センター。気象書以外は、登録不可。野生下では、湿度60から80%と高湿度の環境に生息するため適温は20から30度とされるが、特に1年目の真冬や真夏は注意が必要である。 非常に多くの資粉を出すため通気や換気も重要で日光浴でビタミン D を生成するため日当たりの考慮や頻繁な日光浴も必要である。前述の通り反抗期に自己主張が激しく攻撃的になることもあるためこれも注意。また言葉遣いに留意する必要もある。イングランド東部のリンカンシャー野生動物公園では2020年にコアのヨウムが 来場者や職員に悪態をついたことにより、一般公開が中止される事案があった。5話は別々の飼い主から寄贈されたが、お互いにののしり始め、F ワードをはじめとして、考えられるすべての言葉を口にしていた。来場者たちは面白がり、ヨウムとの悪態合戦を楽しんでいたものの、講演側は子供たちへの影響が少し心配になったとして5話を、それぞれ隔離した。 主食には栄養面でバランスの取れるペレットが優秀とされ、欧米ではそれが主流となっているが、賛否両論のために飼い主の理解が重要である。ビタミン D3 を食事ではなく日光浴から摂取する説があり、特にヨームはビタミン D3 欠乏になりやすいとも言われる。ビタミン A やカルシウムなども不足しやすいと言われ、ビタミン A が不足すると、 赤いお葉が色あせるものもいる。野生下では脂肪酸を多く摂取しているが、運動不足になりがちな環境で過剰に与えると生活習慣病に罹患する可能性が上がると言われる。健康に害のあるものとして次の食材が知られている。ありがとうございます。